江戸の町に夜更けて殺し節が流れる時、今宵また一人悪が冥土に消えてゆく。ほっと庶民は秋日を開き、影の死角に手を合わす。名もなく夢なく誇りなく、殺しの獅子島に命を燃やす五千儀無用の影同心。ちょいとお兄さん、遊んでかない？安くするからさ、300。お兄さんいい男だから250でいいよ。この雨だろ、ちょんとしけなんだよ。さあ勉強するからさ。いやなんだ色男ぶりやがって。バカ野郎、それではございませぬか。お風邪を召すといけません。さあ戻りましょう。惜しいことをいたした。なんのなんの、また見つけてまいります。その代わりと申しては何でござりまするが、お殿様若田氏よりにご就任の暁にはこの木曽屋にご講義材木の御用。二階堂現場、二言はない。仙台降りで与太が殺された。誰か出張ってくれ。手の空いてる者は。おう、さらきな。ああ、しかし与太が殺した小生には少々役不足でござりますがな。与太がとて人間だ、人一人殺されたことに変わりはないぞ。ああ高木、お前柳田さん、あんただ。それがあちや、めくり方がお役でござる。与太がとて人間でござる。人一人殺されたことに変わりはない。南のカミソリと名高いそこもとにふさわしい大事件と存じまするが。どいつもこいつも役立たずのヒランドンが。モトルマン、わし行く。さすがカミソリでございますな。いってらっしゃい。天取りにしも。せいぜい成績を上げることですな。ごめんなさいよ。ほらほら、勝手に入ってはならん。おや、さいですか。じゃ仕方ないね。やーい、出てこい高木寛平、出てこいさらしなうか。てめえらかよわき老女から借りた一両二分と一両踏み倒す気か。おとるばばだ。いくら貸せよ。あるわけねえじゃねえかバカ。
あのババアしっこいからな。おい、どうするよ。お父さん、お父さん、大事件大事件ねえ、頼むよお父さん、一両ね、一両、一両二分。ヤバの女とかなんとかさ、ここんところ入りようが多いんだよ。頼む。俺飲みすぎねえ。お父さん、わしら平同心の1年分の給料は30俵2人ぶち、金高に直すと21両とちょっと。贅沢なんかできないよ、諦めろ。ケチ。ほら出てこい。おい、はい、おろくってのはこの長屋のもんか。はい。あっちの娘で、あの、姉ちゃん、ゆうべから帰ってこないんです。それで心配して。え、おろく、姉ちゃん。誰がおろく。辻斬りでもやられたんだろう。亡きがらは下げ渡す。葬ってやれ。旦那、下手にはしましちゃいただけねえんで。御用はあんただ。文蔵、任せたぞ。そんなことってあるもんか。殺されても下手に縛ってもらえねえんじゃ、おろくがかわいそうすぎる。おやぶ、娘の金取っておくんだね。わかったわかった。調べは進んでるか。ね、気がついたことがあったら、晩酌まで来てくんな。お、気の毒、お気の毒。では身どもはかわいいお幸のところ行って二人で畜生死んでこ一杯やるべえか。うっし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 。よいしょ。うまくいったぜ。おっと、どうは行くかい。一両に無駄しな。まだ出せたってないんですよ。そうかい。冗談買うだけ。どうせ生蔵だろうけど、叩き売りゃ一両二分にはなろうってものよ。今夜中に持ってこねえと叩き売っちまうぞ。さよなら。お帰りなさいませ。はい、またすぐに出かけます。なんせ御用半立てな。ご苦労様でございます。あなた、その割にお手柄が少ないようでございますね。お手柄ばかりがご奉公ではありません。これはいけませんよ。大工に早く直させなさい。冗談ではございませぬ。昨今の材木の値上がりはそれはそれはひどくって、とてもあなたのお働きでは手が出ませぬ。しかし隣では塀を直しましたよ。織田様では離れを新築なさいました。高級役人と平役人では給料は違いますからね。それにキャツメはあちこちの商人から賄賂を取っております。あなた、来年は55歳、お役御免でございますよ。お役を離れた私どもが頼れるものは、はしたないことを申し上げますようですが、お金のみ。織田様のように決してしてくれとは申し上げます、断じて申し上げませぬが、あなたのところに貸してから30年、私にとっては後悔ばかりの年月でございました。いかん、大事な御用を忘れておった。うん、これはお手柄になるわ。なんとかしなきゃ。格好つかねえな。
してさ、旦那。ああ、掃除ぐらいしなせや、旦那。何嗅ぎ回ってた？誰の頼みだ？やだな。ちょいっと、芽が出たんでね。旦那と一杯やろうと思ってね。芽が出た。おい、一両にも出せ。一両にも出せよ。ああ、ほら、おい。一両にも出さなきゃお釜に立ててんちゃうぞ。だんだん苦しいで。出さなきゃ今まで目こぼししてきた赤洗いとしてぶっ飛んだ。おとらババクソババおとら出てこい。なんだよ、持ってきたか一両二分。ああ持ってきて。殺されたんだよ、仙台堀で。何だと？去年橋本町の火事で焼け出されて転がり込んできたんだけど、これじゃ踏んだり蹴ったりだよ。拝ましてもらおうか。帰ってください。お役人に拝んでもらったって姉ちゃん喜ばないわ。帰ってください。何突っかかってんだ。おろくちゃんを運んできたお役人がね、忙しいからってろくに調べもせずに帰っちまったんだよ。旦那、貧乏には殺されても下手人さえ見つけてもらえねえんですかい。おろくはね、親孝行な娘なんですよ。あっちが病気になっちまったので、15の年から働き詰めだった。水茶屋に勤めてるなんて言ってやしたけどね、ほら知ってた。こいつが夜たかしてたの。てめえの体を売ってまであっちで妹を養い、薬まで飲ましてくれた。これ以上の親孝行がありますか。姉ちゃんいつも言ってたんです。自分はもういい、諦めた。だから私だけには綺麗な体のままでいい人のところへお嫁に行って幸せになる。そんな姉ちゃんだったの。ババ、表出ろ。何すんだよ、なんだよ。バカよ、うん、この前よ、消そうと思って作ったんだが、あのとっつぁんにやっちまっていいか。てめえ、どめえ。父ちゃんのかわいいかわいいお幸、これ何？タコ。タコ。かわいいおタコ。タコタコ上がれ、弁天様まで上が。たたたたたピタッゴーゴー。うん。うん。お先。ダメお父さん。お布団敷く。これまたお布団敷く。おち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 。お父さん。ねえダメ。お幸お幸。お父さんったらお布団敷く。ねえ。ねえちょっと待って。よろしいのだ。これがいいのだ。ほら、のぞきとは上心でないぞ。ああ、このお酒いいお酒。おいちおいち。せっかくいい気分になりかかってたのに。あ、いや、小生のことはどうぞお構いなく。お楽しみを続けください。こっちが構うよ。あ、持ってきやったな。何怒ってんの、寛平さん。仙台堀の歌が殺し、俺がカッコつけたぞ。どうしたんだ一体。頼むの野郎だよ。よだかだって人間だったのか、しゃれたことに貸しあってよ、送っただけでろくな調べもしてねえんだ。気に入らねえんだよ。何ねえぞ。昨夜の客は誰だ。何しろ必死のやめでしたので、あいにく一人も。おやすみ。
らせんぞ。うちのお客の中には名の通った方がたくさんおいでになる。五郎中、目つけ役。飽きんどしには見せけない。さっきのお待ち奉行遠山細胞の嬢さん。ご大層な名前並べて引く負けようなやがな兄さんに。材木を回してください。一日も早く長屋を建ててあげねばならぬのです。売ってください、材木を。いいですとも。こんなところでどうです。そんなべらぼうな。それじゃあおやめなさいよ。あ、行った行った。あ、早く行かねえか。おい木曽屋、おめえ昨夜八尾目行かなかったか。いいえ、嘘じゃあるめえな。雪見酒はおつなもんだが、土砂降りの雨を見ながら酒を飲むのはうまくありませんからね。じゃあもう一人の男に聞いてみるか。夜鷹に切りつけた水凶な侍によ、邪魔したな。ならず者のゆすりぐらいに神経を尖らすな。お前に指一本刺させはせん。はい。ところで良い刀は見つかったか。あ、金金五郎正宗を。待て、どういう。うわ、またか。あの男でございます。さっき来たのは。何。二階堂現場って何だか。聞きたいことあんだ。控え。聞きたいことがあれば目付役を通じてまいれ。じゃがまじ。俺は八丁堀の花つまみ、俺はその辺の生蔵役にたわけは違うぜ。あんた夜鷹を蹴る趣味があんのか。不条役人に答える必要はない。さすがタヌキだ。また来ら。お殿様、奉行所の者が先夜のことを。慌てるな。海目に釘を刺すまでだ。お呼びでございますか。二階堂現場の屋敷で何をした。こら早い、もう来ましたか。二階堂は次期若年寄りの呼び声が高い。十中八九就任間違いなし。二度と無礼を相ならん。ですが、お奉行は。行け。用は済んだ。だから、寄せと言ったのだ、官兵。寄せ国の直参に噛みつくなんて無鉄砲すぎるよ。頭を冷やしなさい、官兵さん。すべてこの世の中は、あ、余量、余量、何個どうやって。そらしな。はいはい、何の御用でございますかな、織田様。今朝方の帳付け願いに、近頃材木の値上がりが激しいが、一部問屋筋が談合で値繰りをしているらしいという訴えがあった。調べてこい。あ、あは、はいはい、承知いたしました。官兵さんよ、こういう仕事だけしてればそれ、無難というやつだ。うるせえ、バカ。おげんだ、構わねえからよ、にしむかしてやれ。Ah!
店はどうして材木を売らねえんだよ。それとももっと高くても確実に買ってくれる客でもいるってんだい。待ってくれ。何でも近々お上の大工事があるんだそうだ。その工事が舞い込んでくるんだ。おらおかしい。おらおかしいよな。お上の工事は全て入れ札だろ。それがどうして喫茶屋に舞い込むんだよ。うん、分かった。旦那、どうかこれでご内分に。え、旦那。源之進、やるねてやれ。ここでございます。ところで若年寄りにご就任遊ばしたら、お下屋敷がご入用では。んこの長屋を取り潰しますと、ほぼ1500坪、御門にも近いし、ご登場にもご便利かと。いいだろう。これ月末までに住民ども追い立てて長屋を取り壊すんだ。いいな。承知しました。なんだって八尾梅の女中をしてたと。はい、おろくさんは私の身代わりで切られたんです。身代わり、何のことで。あの夜、木曽屋の旦那は二階堂の殿様に刀を献上なさいました。粟田口なんとかっていう名刀だそうです。お殿様は試し入りをなさりたいとおっしゃって、ちょうどお酒を運んでいった。私はひでえやつだ。でおめえが無事に逃げられた代わりにおろくがやられたってわけだ。見つかったら命はないと思って、桃園の家に隠れてたんです。でもおろくさんに申し訳なくて、一言お詫びが言いたいと思って。中村、分かった。文蔵、ええ、下っ引き集めてお伝の心配守ってり。ええ。で二階堂様の方は。身分のあるお方だ。お奉行から目付を通じ、手順を踏んで処分を検討していただく。一切相分かった。なれど、ちと難しいのを頼む。二階堂現場は捨ておくと。やむを得まい。二階堂殿はほどなく若年寄り、目付役は若年寄り支配な。自分の上役となる者の傷をえぐる人間がいると思うかい。それもお前さんの気持ちはよくわかる。だがな、頼む。世の中複雑じゃ。人の世の機微を知り、目をつむるべきところは目をつむる。そこんところが大事なんだよ。わかるかい。そうでございました。ほどなく幕府の御用職にお付きになるお方を処分し、ことを荒立ててはご政道そのものを傷つけることになります。我らご政道の一端を担う者としてはできぬ相談でございました。コーヒーなどどうじゃ。織田さん、豊殺しの下手人が割れたそうですが、お奉行は何と。大物すぎて手が出ないってわけですか。二階堂みたいな狂言ほったらかしにしといて、新しい試し入りの犠牲者が出たらどうするんです。
お奉行のご細工は降りた。この件はこれで打ち切りだ。それじゃ姉ちゃんは殺され損なんですか。そんなんてないわ。姉ちゃんかわいそう。ゆんべ大家が来やがってだるま長屋を取り潰すからこの月中までに出てけって抜かしやがる。何でも木曽屋があの辺の土地を買い占め御殿を建てるんだってよ。寛平ちゃん誰の御殿だと思う。二階堂だよ。何だと。姉ちゃん殺しておけば何の咎めもないばかりか。今度は私たちの家まで奪う。立ち退き料くれるわけでなし。急に出ていけって言われたってどうしようもねえで。行く先だってありゃしねえし。一体どうしようってんだよ。いかがでございます。さすがじゃ。筆頭御老中土井様に献上いたすとしよう。木曽屋これにて若年寄り決まったの。どけ姉ちゃん。ほらどいたどいた。ほらどけどけ。これはひでえや。左からの怪我だけ。こないだの豊と同じやられ方だ。旦那かわいそうによ。この子は仏と来月祝言をあげることになってたそうですよ。おろく辛抱してくれよ。お上は金持ちの味方だ。貧乏人は殺されても下手人さえ縛っちゃもらえねえんだからな。けどよ、このままじゃおめえがかわいそすぎる。かわいそすぎる。お願いでございます。お願いでございます。帰ろ帰ろ。二階堂現場様のお岡本一太のどうですか。お願いでございます。お願いでございます。これ非常に待て直人待て。直人聞いて取らせる。おいこれ足振ろう。お何をするか。やれ大魔王。よしに出す。
年を取るとちびりがちで汚していけませんですな。身辺は握れるな。一文字助宗をご所持とか。いやー、一文字助宗のごとき殿下の名刀は私ごとき軽輩には生涯触れることのできる絶品でござりまするな。おめえ刀剣の趣味はあるのか。いえいえ、小田様、小田様、その小田様の一文字助宗をでござりまするな。2、3日、いや1日で結構でござりまする。拝借いたすわけには参りませぬか。いえいえ、無理はよーくよーく存じ上げております。うまくいったじゃないか。あのバカ野郎、おだてらすぐに寝るやって。なんだ、ただの刀じゃないの。見るやつが見るとな、この刃文が答えられないんだよ。どんな罠かける。あの屋敷には50人からの家臣がいるんだ。忍びで屋敷を出るときを狙うかあるめえな。そんな時があるの。奴に試し切りさせるのさ。木曽屋、喜べ。ご老中よりご内があった。両三日中にお沙汰が降りるそうだ。いよいよわしは若年寄りぞ。おめでとうございまする。ところで、お殿様に刀の目利きを願い出ておるものがございますが、いかがいたしたらよろしゅうございましょう。うんうん、見てやろう。だと言われておりますが、本物かどうかご鑑定いただきとうございます。ちょっと、今の女誰です。さあ、どっかで見た面なんだが。まあ、
さしく一文字助宗、本物だ。ごめんなさいよ。まあ、お父さん、木曽屋の旦那さんですよ。これはこれは、おいでなさいまし。さあさあ、どうぞ。いや、ゆうべ二階堂玄馬様に見ていただいた一文字助宗のことなんですがね、二階堂様には大層なお気に入りようで、ぜひ欲しいとおっしゃるんで。そのことでございましたら、お幸がはっきりお断り申したはずでございますが。でもございましょうが、そこをなんとか千両出しますよ。千両？二階堂のお殿様には刀の目利きをお願い申しただけ。たとえ千両は二千両でも売る気はございません。あのね、二階堂様は若年寄にもなろうというご大身なんですよ。ご機嫌を損じない方がいいと思いますがね。旦那、私を脅かす気でござんすか。頑固なお方だね。仕方がない、諦めますか。それではね、せめて見せるだけ。へえ、お見せするだけなら。それではお幸さん、もう一度二階堂様のお屋敷にお刀を。あの、お武家様のお屋敷に行くのはご勘弁ください。なんだか恐ろしくて。そうですね。それじゃあ、向島の私の寮へ、お幸さん刀を持ってきていただきましょうか。カゴを迎えによこしますから、頼みますよ。承知しました。それじゃ。罠にかかったな。これで二階堂を屋敷からおびき出から、しかし千両と張り込みやがったな。よこらよ、一瞬刀叩き打ってドロンしたような妙な気持ちになっちまった。寂しいこと言うの。かわゆい。寂しいことすんなよ。かくて罠は仕掛けられた。あとは獲物を追い出し、罠にかかるまで追い詰めるだけである。待ち方の密定だと。へえ、旦那がお帰りになった途端に奥から気鉢の着流しに巻羽織って若い二人が飛び出してきたんで、あっしゃそいつらの一人に痛い目に遭わされたことがありますんで。お殿様、ご心配いりません。この寮はすでに取り囲ましてございます。あり一匹入れるものではございません。どうぞ。ご苦労様。いらっしゃいませ。さ、どうぞ。いいかい、これより奥へは猫の子一匹通すんじゃねえぜ。先生方もお願いしますぜ。刃の中に吸い込まれていきそうだ。はい。あの、もう遅うございますし、そろそろ戻りませんと。どうぞ刀をお戻しくださいませ。あの、わしはの、欲しいものはどのようなことをしても手に入れる。たった今より一文字助宗わしがものだ。飛んで火にいる夏の虫、お前は罠にかかったわけだ。
気の毒だが二度と生きてここを出るわけにはいかんぞ。その上お前はわしの一番嫌いな不浄役人とつるんで二階堂現場を甘く見るとどうなるか、とっくりと味合わせてやる。一文字助宗よう切れそうじゃ。女、これ直れ。試し切りじゃ。ちょっと待て。何やつだ。秀伝ハマグリの父済んだな。行こうか。おお、これは小田さん。どうなさいました？慌てて。二階堂現場と七名がやられた。行くぞ。はあ、はあ。バカ、今頃だって遅いや。ご苦労さん、頑張ってちょうだい。カミソリさん、おあいた、なんでおめえ大人ババにごませて借金棒引きしてもらったんじゃねえのかい。また借りたんだよ。え、お父さん、あんたなんで逃げんの。お父さん、おさちに春の着物買ってやった。
奥がケチで金出さない。二両借りた。どうして俺たち気が合うの。だって同心だもん。いけてる。こらー、二両。幸せ燃えてしまった、この愛は誰が消すのか、捨てるのか、影同心の活躍は、江戸の巷に忍び寄るアヘンの恐怖、密売ルートを知る売人が殺されたはずなのに、なぜか消された男が生き証人として生き返った、罠は仕掛けられた、暗黒街の暴力に挑戦する影の刺客、必殺の技は冴える。次回、罠掛け殺し節にご期待ください。